はい、皆さんこんばんは。続きをですね始めたいと思います。前回の、手縫い縫製の、ご紹介ということで、ちょっと途中までしか、ご紹介できませんでしたので、今日はその続きを、やってみたいと思います。一応ここまで縫えてます。2個目までですね。はい、そこから先を進めてみたいと思いますので、はい、よいしょ。一つ入れて、もう一個を反対側から入れてあげる。そしてこれをとにかく引っ張り続けると。この引く作業が結構時間を取ったりしますので、時間もかかるんですが、で途中でですね、実は、一旦、終わり始末をして、もう一回新たにやっていく、縫製していくやり方もあるんですけど、見栄えはやっぱり悪いですよね。終わり部分ってやっぱりちょっとこう糸がゴワゴワっとするんで、なるだけならビジネスバッグでいけば、まあ、一周同じ糸でぐるっと縫ってあげた方がいいですよね。ということで、うちはそれにこだわってやってます。はい、ということで、これがですね、一番こうミシン縫いとの差というか、ここの引っ張る時間が時間かかるんですよね。ただこう糸を入れ、あの針を入れてるだけであれば、そんなにはあれだとは思うんですけど、この作業をひたすらこなすと。で、しっかりこう測ったことはないんですが、ビジネスバッグだと相当な数この穴がありますので、これを一個一個縫っていくというのはなかなか根気のいる作業じゃないかなというふうに思います。で、よくミシン縫いでもですね、ハンドメイドというふうに刻印されていたりもするんですが、まあ、これはまあ人の取りようで、革を1枚機械に入れて、反対の革を1枚丸々ボーって機械に入れて、財布がボコボコボコって出てきたら、これ完全なオートメイドですよね。ただこれは現状おそらくできるメーカーはというか機械がないと思いますので、ありえない世界だと思います。結局ハンドメイドのその基準をどこで定めるかっていうのが、まあ難しいところなんですが、うちは全部が、手作業ということで一応製品を製作しております。はい、ということで、一応ここまで縫えました。はい、で一応残り3つ分のところから一応最終作業をしまして、まあ、ここから、まあ、ここは製品を作る紹介ではないので、まあ、詳しくはあれですが、留め作業に入ります。で、手縫い製品の良し悪し、ここを見ればおそらくわかると思います。横着物の作り手の方がもしいるとしたら、このつなぎ目のところですね、これが何回かに分かれているパターンもあるかもしれません。この結局糸を引く作業というのが時間かかるので、これを省略するためには短く何回かに分けてあげると、短縮できるという形にはなるんですが、それをいいと思うか悪いと思うかはちょっと微妙なので、私は、完全なる一本の、基本的に製品の、ものに合わせて糸の長さを決めると。で、1回で仕上げるというやり方を貫いております。はい、ということでここまで来まして、今日はですね、最後までやります。最後はボンド止めですよ。ここにちょちょっとこう塗りまして、ギュッと留めます。そして最後は表から、見栄えがいいように、表に余ったものは基本的に切りません。ここでパチンと切っちゃえばそれはそれで終わりかもしれませんが、表面からの見栄えが良くないので、私はこれを裏に持ってってあげます。まあ、大体ほとんどの人がそうだとは思いますが、よいしょ、よっ、ズンと。そうすると引っ張っていくとどうなるかというと、じゃん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 、ギュッとギュッと、よっ。はい、ということでこう縫えました。一直線縫えました。一応これが手縫いという製法ですよね。まあ、手縫いが全ていいかというと、
そうとは限りません。ミシン縫いにももちろんいいとこあります。コストが安く、収まっていい、もちろんあると思います。ただし、うちは手縫いにこだわって製作しているということで、この辺も製品選びの、ポイントにしていただければいいんじゃないのかなというふうに私は思っております。今回は2部構成ということで、若干時間が余っておりますが、その他何かありますでしょうか。はい、お待たせしました。一応糸を今潰してきまして、こんな感じで縫製できましたという形になってます。でこの後に作業的には、このコバの面ですね、この側面の部分、ここを削ってあげて仕上げてあげると。でうまく仕上げると、光沢感が出て綺麗な製品になるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、手縫いに関してはこんな感じで、ご説明をお開きというふうにさせていただければと思っています。というわけで、今回は手縫いについてご紹介しました。では、さようなら。